するしない。どうも、ひなたあいこです。今回も MJ 打っていきたいと思います。トンプー戦、前回今シーズン初のトップを取りました。この後はどんな成績になっていくんでしょうか。ちょっとね、アグレッシブなところも見せたいと思いながら打ってるんですけれども、攻めきれないのが私のね、麻雀です。マッチタイムがない。集まりました。おお、かわいいアバター、よろしくお願いします。和菓子、和菓子めちゃくちゃ並んでる。プレイヤーはシャチャです。はい、私シャチャ。プレイヤーが何を引いてくるのか注目ですよね。シャンシャン、一体どんな戦いが繰り広げられるのか。手は良くない。どっから行こう。ひなた、早くもリアンシャンテン。方針が定まってきましたよね。うん、形が悪い。ペンちゃんカンちゃん、いきなり仕掛けていった。親がチュンを泣きましたね。これでリーチはね、来ない。親のこのね、なんかね、統一手になったりすると土田さんがね、結構可愛くそれに触れてくれるんですよね。この土田さん解説は一体どんなドラマが待ち受けているのか、これはとか言ったりするんで、そういうところもね、実況解説変えると MJ の面白いところですね。もう全然ときめかない。何この手。ペンちゃん勝利します。各社どんな上がりの形を思い描いているのか。もう全然楽しくないよこの手。どうしよっか。親の現物と下茶上茶にも現物はある状況ですね。均衡を破るのは誰だ。567の3色は見てて、それさえなれば攻めてもいいかなみたいな。456の変化もありかなみたいな、そんな感じなんですけど、これでタンヤを。でもいいピンで安全牌なんだよな。純ちゃんパイが押し寄せてきている。これはさすがにスーピンでいいかな。スーピン2枚目だ。上がりまであと一息です。これね、もう高くならないので、ローソーチーとかはもう泣きたい方はどうぞって感じですね。各社相手のデカロン、下茶、これは思わぬ失点。静かな静かなスタートですね。でもこれはね、全然ね、痛くない。1500点だから平和ですね。さあ、親がどこ。ドラは数層、プレイヤーはシャーチャです。私シャーチャか。現在のトップはトイメンです。トップとはさほど気にする点差ではなさそうですね。すごい楽しい手じゃない。また、さあ、ここからどう打ち回していくのか。これは赤も入ってるルールなのに、ドラが7枚あるはずなのに0。ひなたのところには0。これで一歩前進。ここから何を引いてくるか注目ですよね。789の3色はね、霞んで見えてますけど、あんまりやる気はないです。波が来ている。で、チュンのアンパイがあるんで、これもう泣いちゃってありですね。仕掛けても対応もできるて。誰が一番最初に仕掛けるのか。おおおお、これはこうしようかな。ひなた、あっという間にイーシャンテンだ。3色も崩れちゃいました。で、ポンテンは取ります。これはじゃあリーチですね。こうです。さあ、リーチだ。スッチーワン。ここで仕掛けていった。これで一発は消えちゃいましたね。リーチをかけた。意外と早くまとまりましたね。リーチチューン。上がりきれるかしら。緊張感が漂っている。ここに今暇だね。あ、出た。ロン、カミちゃん、これは痛い。まあ、裏ドラ、裏ドラ、びっくり仰天、あっという間でした。ひなた、これでトップに浮上しました。ドラヌー、お見事。土田さん元気ね。あの人本当元気ね。トン2曲、ドラはローソー、プレイヤーはなんちゃです。ひなた、先ほどは三シャンテン見事に速攻が決まりました。これで暫定トップになりました。一体どんなドラマが待ち受けているのか。さあ、
この範囲にここはスルー。泣かないのでちょっと泣きなしに変えちゃって、ペンチーバン、これもハックでいいね。日向、これでリアンチャン点。方針が定まってきましたよね。暴走がドラか。あー、ちょっとね、形悪いとこ切りますね。 Q1 パワン、間が静寂に包まれている。おー嬉しい。日向、いいシャンテン、いいシャンテンだ。三面ちゃんはリーチ打ちたい。したいですよね。あ、でも西足の変化もある。こう言って楽しいな。ローピンそろそろさよならしないとまずいかもしれないかな。あれ、時が止まった。あれ、あ、 CPU になっちゃったのね。ちょっとローピンも切ります。あ、おかえり、よかった帰ってきてくれて。場は膠着状態だ。寂しかったよ。重い空気のまま場が進行している。風装はいらない。リーチ、おっと、ここでリーチだ。おかえり、そしてリーチ。果たしてここをしのげるのか。戦いますよ、ある程度。これはしもちゃんの現物ですよね。私ね、なんちゃなんですけど、なんはもういらない。来た来た来た、これで追いかけだ。追っかけリーチ。なんかありそうな気がしますよね。ドラゴンみたいな言い方。一数ピン悪くないんじゃないですか。場に見えてないけど。少し場が落ち着いてきた。誰か溜め込んでなければ。一枚ぐらいいてくほしいよな。お祈りタイム、頑張れ、頑張れ。あ、出た、ローン、ピーチドライ。ローンの声がこだまする。よく競り勝ちました。大したもんです。ドラドラ。日向、勢いが止まらない。ない、2600、3万点を超えたけれども、まだまだ接戦です。トン3局、トン3局。ドラは初、プレイヤーは親です。親番来た。日向、先ほどは軽く上がりを決めています。トップを維持してますね。それでは対局の模様に注目しましょう。あまり良くない。無理やり染めに行くというよりも赤ウーアンを使ったりしたいんですけど。日向、早くもレンチャン点。さあ、どうにかできそうだよね。ポン、ポン。日向、いきなり仕掛けていった。これでだいぶ楽になりましたよね。すぐ染めるからな、日向は。おお、ウーアンもいらないんじゃないの。日向、これでリアンチャン点。想像の伸びに期待かな。トン重なれ。さあ、この牌はどうする。キャンセル。ここはスルー。言いそうな気はあんまり嬉しくない。トンはション牌なので、とりあえず様子見ですかね。トン重なれ、私にトンをください。6、違う、つもぎりが続いてしまった。ちょいね、赤1っていう手組みもまあいいんですけど、1万2000までね。各社相手の出方を伺っているのか。日向、ここは仕掛けた。日向、ポンだ。さすがにこっちかな。日向、あっという間にいいシャンテンだ。あ、ポーズ。あ、持ってらっしゃったの。言ってくれればよかったのに。あ、え、ドラ切りじゃん、初。この私のソーズ大好きみたいな仕掛けにドラ王の初を切ってくる。気持ちや緊張感が漂っている。まあ、一数そう引いてウッパーそうでもいいしね。キャー、少しバグ。いやー、もうねー、ここでリーチだ。もうね、そうよね、ドラキルぐらいのもの、早いというかもうすぐ来るかもと思って打ってますよね、そりゃね。これは先ほど切ったばかりの牌。降りろって言ったって無理なんですよ、だって現物がないもの。突っ張っていった。待望の総図引きだ。あ、小層があったのか。でもこれはテンパった。これは3層待ちになった。このまま静かに場が進行していく。神ちゃん、ここでチー。おお、神ちゃん、これは思わぬ失点。まあ、うまく打たれてしまいました。やるか、
空想で連想待ちだったのね。リーチドラ、ギリギリトップ面、オーラス守りきれるか。ドラは E ピン、プレイヤーはペーチャです。怖い、なんか怖い。ウーシャンテン、なんでこんな大事な時にウーシャンテンなんだ。トップなのでここは軽く上がって、いやだ、軽く上がれるような手じゃないから、土田さん、よく見て、私の手を。いや、あのさ、初泣いてるじゃん、5000点差で。ちょっともうあれさ、ドラとかさ、赤とかあったら。ピンズの形がいいですね。ちょっとやばいんじゃないの。タイヤオで行くか。ここからがどうせみんな攻めてくるですよ、これは。座布団が流れましたよ。リャンハン確定ですね。さあ、この範囲に反応するか。泣くか。チー。ちょっとさ、今シーズン泣き増えたんじゃない、私。すぐ泣いてない。そんなことない。増えたよね、これ。でもこれ泣かないと勝てないゲームだって最近ちょっと学んできたんだけど。感想。目いっぱいに行きます。アグレッシブな私。場を制する人物は一体誰なのか。あ、これはね、もう切っちゃおう、切っちゃおう、パッソ。ひなた、あっという間に。あー、こんにちはこんにちはあー、リュウイーソーみたい一体どんな。いやー、残品投げない。酸素怖いから打っちゃおう、打っちゃおうか。ありがとうございます。はあ、いいシャンテンの私。あ、待って、ちょっと見てなかった。リャンピン照らして。各社どのように打ち回していくのか。あ、負ける。チー、順ちゃんパイが並んでいる。こっち、あ、チー、こっちで合ってるな。またもピンチ。これでテンパイ、テンパった。なにこのドキドキ。もう毎回これやんの。ここでも仕掛けない。ちょっと心臓持たないんだけど。私待ってしか麻雀プロだわ持たなきゃダメだわ受けるスワン、さっき通ったやつ。トイメン、想像を連打している。おー、来た、上がれた、積もった。うー、頑張った。見事、もう何も言うことなし。攻めた、攻めた、優秀の美を飾りました。攻めた、積もった。お見事。はい、よかった。ひなた、トップを守りきった。心臓痛い。よかった、3戦目トップ取りました。ありがとうございました。さあ、というわけで今シーズン3戦目見事トップを取りました。よかった。金満以上がないので6回いきます。急いでいきます。1、2、3、4、5、6、お願いします。1個目、57番。2個目、56番。近しいない、近しいね。次、66番。いや、もうない。見ただけで60番台2個しかないもん。無理ないよ。次、34番。ないよ。何これ、惜しくもないし。あと2個、72番ありました。どうでもいいとこだな。あと最後1個、30番。おるー、リーチ。うわー、あった。30どこ、あっち行こうか。来た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 、早くない？今回すごい早い。65番でもうワンビンゴ見えますね。もうね、ここね、ここ6回やって2個ならいいペースだ。あれ、これどっかで聞いたワードだな、前回も言ったな。さあ、というわけで早くもリーチになりました。65番リーチ、いいでしょう。まあ、このペースならね、リビングぐらいはいけそうだね。さあ、というわけで今回良かったギリギリですけども、泣きを増やしてトップが取れました。次回はどんな風になるんでしょうか。今回ご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。 Twitter もフォローしてください。では皆さん、またお会いしましょう。バイバーイ。